ピカーレルはアメリカ海軍の潜水艦。天地級潜水艦の一隻。艦名は川釜鎖属の若菜、または小型種の総称にちなむ。その名を持つ艦としては2世紀目。グラス・ピッケレル・ピカーレルは1944年2月8日にマサチューセッツ州ボストンのボストン海軍交渉で寄港した。1944年12月15日に洗礼式なしで浸水し、 メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所に牽引された後完成した。1949年4月4日に、ジョン・アール・ムーア夫人によって命名され、艦長ポール・アール・シュラッツ少佐の指揮下収益する。大焼け心ゴピカーレルは8月10日に、コネチカット州ニューロンドンを出港し、東海岸の港やパナマ運河を経由して、ハワイに向かう。9月28日に、 新珠湾に到着し、第11潜水艦隊に合流した。1950年3月16日から4月5日までの21日間でピカーレルは香港から新珠湾までの5200マイルの完全潜航を達成した。これはおそらくディーゼルエンジンとエレクトリックモーターで航行する通常動力型潜水艦の最長潜航記録であったと思われる。 1950年の大西洋西部における最初の配備でピカーレルは朝鮮戦争に参加した最初の潜水艦のうちの一隻として4ヶ月を過ごした。1951年春に新珠湾へ帰還するとピカーレルはハワイ海域でその能力テストを行い、1953年7月に再び極東に戻る。ピカーレルは1954年初めに ハワイへ帰還し、オーバーホールを行い、その後再び西太平洋で航空機及び、水上艦からなる対潜水艦部隊の訓練任務を1955年6月まで継続した。ピカーレルは12月1日にハワイへ帰還した。その後1963年まで太平洋北部と太平洋西部での任務を交互に行った。1962年には、 グッピー3近代化改修が行われた。ピカーレルは1964年12月28日まで新珠湾を拠点として活動し、その後第7艦隊の1ユニットとして西太平洋で活動するため横須賀に向けて出港した。翌年からはハワイと極東での任務に交互に従事した。ピカーレルの任務は1966年の秋には、 ヤンキーステーションのベトナム作戦地帯での活動が加わった。ハワイ海域での活動後、ピカーレルは1968年1月16日に再び西へ向けて出港した。東洋各地の港を訪問後、5月8日にヤンキーステーションに到着する。戦闘地帯での任務後、ピカーレルは日本経由で7月8日に真珠湾に到着した。八月一日に カリフォルニア州サンディエゴへ母港が変更され、8月22日に西海岸へ向けて出港した。ピカーレルは1972年8月18日にイタリア海軍に転籍し、1977年12月5日にアメリカ海軍から除籍された。ピカーレルとボラドールの2隻は同時にイタリア海軍へ転籍し収益した。いくつかの民間の資料ではどちらが プリモロンゴボルドとなり、もう一方が、ジャンフランコガッツアナプリアロジアとなったのかはっきりしない。アメリカ海軍のネイバルヒストリカルセンターでは、ピカーレルがプリモロンゴボルドとなり、ボラドールがジャンフランコガッツアナプリアロジアになったとする。プリモロンゴボルドは1980年1月31日、もしくは1981年5月31日に除籍された。 ありがとうございます。